はい、皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。さあ、今日はね、TikTok ライトキャンペーンのお話をしていこうかなと思います。で、TikTok ライトのキャンペーンですが、まあ、7月26日、8月4日からですね、指定タスクの報酬125%になってるよということで、本日の報酬1万1200ポイント。またで1120円が1万3400ポイントに上がってますよと。あとは8月2日から8月4日、スロットくじ、総額1000億の第1弾とかもあるんでね、結構 TikTok なんか盛り上がってきそうなんで、まだ1年ぐらいやってますけどね。で、メガポイントウィークってのがあります。TikTok ライト総額1500億ポイント、メガポイントって、本当なんでこんなにお金ばらまくんだろうってぐらい TikTok すごいですけど、イベント期間7月26日から8月4日、タスクを完了するだけで報酬がいつもの1.25倍ということで、倍数上付きマークのあるタスクは報酬倍増対象ですってこと。友達招待とか広告タスクとかは対象がなりますね。で、8月2日、3日、4日の20時から23時59分の時間限定で、総額1000億ポイントが当たるスロットくじに参加できるということで。スロットくじ。まあでも前回はね、なんかね、意外と50円とか90円とか大してね、増えなかったんですけど、もうどうなのかなって感じ。一応日本国内のユーザーが参加することは可能です。キャンペーンの変更とか、まあ、突然変わりますんで、まあ、それはいつも通りで。で、友達紹介で1万8000円分ゲットできます。お二人の新規の友達に招待して、タスクを完了すると、ロック解除されて、1万8000円分ですね。まあ、例えば私だったら、自分の奥さんと子供に、まあ、TikTok ライトもしやってなければ、紹介して、で、報酬ゲットするっていう感じになるかなと思います。で、参加方法ですけども、このイベントに招待できるのは TikTok ライトで初めてアカウント登録した方のみですね。だから新しく番号を作って、で、携帯電話を、まあ、これから使おうかって人とかはいいんじゃないでしょうか。より多くの友達を招待して、より多くの報酬をゲットすると。で、各レベルをクリアするごとに報酬を獲得できるそうです。通常の友達招待キャンペーンの友達のタスク進捗が、本キャンペーン期間中は見れなくなってるんですが、まあ、普通にお友達タスクを完了させば報酬獲得できるので安心よと。で、招待人数が多ければ多いほど報酬が増えます。ラウンド1、1万3000円分で、ラウンド2、1万9000円分、ラウンド3、2万9000円分ということで、まあ、ちょっとしたお小遣い稼ぎにはなるので、まあ、端末ね、入れてなかったらやってみてもいいんじゃないかなと思います。で、まあ、あなた、例えば皆さんが、招待リンクをこう友達に共有したときに、で、友達があなたのリンク経由で TikTok ライトをダウンロードしてログインすると。で、毎日のチェックインタスクを完了すると1万3000分の報酬がもらえるということで、超簡単ですよね。特別ギフトをお友達招待に成功するだけで報酬を受け取ることもできます。で、お友達はお手持ちのスマートフォンで過去一度も TikTok ライトをダウンロードしたことがない方は、アプリをダウンロードして24時間以内に新しいアカウントを作って、で、招待した方はお友達報酬招待を得ることができると。招待された方もタスクに応じた報酬を得ることができる。チェックインタスクの場合、報酬獲得のため、招待日から起算して、指定日数のチェックインが必要となっております。招待された方がキャンペーンの参加に成功した後、招待リンクを再度クリックしないで、新規ユーザーとかカウントされない可能性があるので、ご注意という形ですよ。ということで、ぜひやってみてもいいんじゃないでしょうか。また別にね、お友達招待で、あなたもお友達でも5000円分がもらえるっていうのもありますんで、あなたの招待リンクを友達に共有して、お友達があなたのリンク経由で TikTok ライトをダウンロードしログインすると。で、毎日のチェックインタスクを完了させて、あなたも友達も報酬をゲットというのはありますんで、まあ、こういうのでね。で、実際に TikTok ライトにログインして、まあ、選べるペイとかで、PayPay とかにね、振り分けると結構いいですね。僕も結構お金もらいましたけど、PayPay に当てて、で、コンビニほぼタダとかね、あと外食した時もタダとかいう感じになったんでよかったなと思います。あと動画をシェアして最大5000円分をゲットする。まあ、100個ぐらいやらないといけないんで、これ。1個シェアして5円分なんで、まあ、1000個か、1000個ぐらいか、まあそこまでやんなくてもいいですけど。あとは7日間チェックインで最大1日目、2日目、7日間チェックインしてやってみましょうと。あと広告を毎日見て最大2400ポイント。だから Wi-Fi がいいですかね。Wi-Fi の環境が。ボーナス報酬ゲットですって。いいねのタスクだったり3回の検索で
ポイント、1000ポイントなどもありますんでね、動画見て最大4800ポイント、まあとりあえず動画見るという感じ。これが125%、125%、125%と増えてるって感じです。で、Q&A ですね、動画のカウントタイマーが進みませんって場合、で、各動画に対するポイント付与は1動画につき1日1回動画の尺分のみカウントですね。視聴済みのやつは繰り返しはあんまりポイント使わないので、どんどん次に行ってください。オートスクロール機能は使用できません。アプリをバックグラウンドモードに切り替えたり、ピクチャーインピクチャーにするとポイント付与に問題が発生するんで、まあ一応開いておくっていう感じですかね。まあなんか普通に仕事しながら横でアプリをこう開いて開けるみたいな、そんな感じでしょうね。なぜ動画視聴タスクがなくなったのですか？だそうですが、ユーザーの皆様により快適にアプリをお楽しみいただけるようなタスク内容をアップデートしているそうなんで、まあちょいちょい変えてると。元の動画視聴タスクに戻せますかということですが、戻せません。なぜタイマーアイコンが表示されないんですか？これも隠されてることがありますよと。で、お友達を招待して何万円のキャンペーンで報酬を獲得できませんという方ですが、招待した方はお友達招待報酬を得ることができます。招待された方はタスクに応じて報酬を得ることができると。チェックインタスクの場合、報酬獲得のため、友達が全員が招待日から起算して指定日数分のチェックインが必要という感じですね。だから相手もやらないといけない。毎日連続でチェックインしないとポイントはもらえないですかっていうことですが、毎日やる必要はないです。チェックインの回数に基づいて付与されるので、他のタスクを完了してポイントを獲得することも可能と。で、ポイントはですね、いつ付与されるかなんですけど、チェックインタスク、動画視聴タスクはリアルタイムでポイントが出ると。いいね、フィードバックなどはイベントページに戻り、受け取るボタンを押すともらえる。という、で、受け取るボタンを押さない場合、獲得したポイントが当日中に失効しますんで、ここ重要ですね。ちゃんと受け取ってください。それが大事。1日のポイント交換回数の上限は何回ですか？というのはポイントの交換1日1回です。まあ上限確か1万5000ぐらいかな。動画を見てるのに左上に表示されているコインのバーが浮かないです。同じ動画の場合はバーが停止するので、どんどんスクロールしてください。受け取るボタンを押さなかったらどうなるかというと、ポイント失効しますので、ぜひ受け取ってください。動画をいいねしたのにポイント獲得できなかったっていうのは、イベントページで開始ボタンをタップしてタスクを開始する必要がある。動画視聴、連続視聴、視聴の累計なんですかっていうところですけど、視聴時間は累計でカウントされます。で、動画視聴タスクは1日単位で視聴時間がリセットされるんで、まあ暇だったら続けていけばいいかなと。TikTok ライト結構意外と面白いですからね。TikTok ユーザーでも TikTok ライトに参加すると新規ユーザー限定特別報酬獲得できましたっていう方なんですが、TikTok ユーザーでも OK です。なんでこんなインセンティブがもらえるイベントをやってるのか、もうおっしゃる通りですよね。めちゃくちゃ金ばらまいてるよね。TikTok Lite は TikTok をより多くの方に楽しんでいただくことを目的にスタート。日々ゲーム感覚でたくさんの動画を視聴したり投稿したりいただけるよう様々なタスクをご用意しているということですね。あんまりこんな大盤振る舞いなキャンペーン、もう1年もずっと続いてますからね。獲得したポイントをギフトに交換したのに反映されませんってことですが、楽天ポイントに交換した上は即日反映ではなく、2から3日かかるそうです。ポイントはご自身で連携した楽天アカウントに直接付与される。選べるペイ、ギフティボックスに交換したのにメールが届かない場合は、イベントページの右上にあるチケットボタンをクリックだそうです。携帯変えた場合はね、新しい端末でタスク進捗を正しく引き継ぐことはできなくなりますので、注意を。新しい端末やアプリケーションを削除して再インストールしたい、複数のアカウントでログインした場合、端末に異常なアプリが入っている場合だとなかなか難しいですね。日本の電話番号は持ってないですが、イベント参加できますでしょうかって形はできません。日本の SIM カードが入っていない人は無理ですよということです。まあ、ここまでのまとめです。まだやったことない人は積極的にね、参加してもいいんじゃないかなと思います。円高になって買取相場が落ちているときはですね、何か別の稼げるものを探して稼いでいくのが大事です。まあ、MNP、TikTok Lite、Yahoo ショッピングなどですね、今注目なので、ぜひトライしてみてもいいんじゃないかと思います。私の、ね、紹介コードですね、概要欄に貼ってますので、ぜひ、紹介を受けてないなって方がいたらですね、ぜひ使っていただければ嬉しいです。それじゃあまたね、バイバーイ。